この方 A の2番、A ブランチ A の2番目の方ですね。サービス、はい、そうはい、わかりました。では、はい、始めます。まず名前を教えてください。 Recording in progress。 はじめまして、私の名前はグルソルです。21歳です。家族は3人です。今日本語を学生です。趣味はダンスをすることです。私はちょっと待ってください。ちょっと待ってください。聞いていくので、聞いていくことに答えてください。いいですか？どうでくくらまたば人のあっちけのビスタレ、ね、はい、okay? はいはい、じゃあまずもう一回始めからやりますね。はい、まず名前を教えてください。はじめまして、私の名前はグルンソルです。はい、ストップストップ。はい、自己紹介してください。何やで、これ何マトラスを出してやねら。はい、じゃあ次の、はい、次の何マトラスを出らばら、なっちかな。はい、Recording stopped。 あね、チューバーガランティガザリーですね。はい、OK。 はい、じゃあ、はい、じゃあ次の質問です。今さ、Recording in progress。 サルさんは今何歳ですか？21歳です。食べてすんのばあさん。はい、21歳ね。はい、じゃあ次に、サルさんの生年月日、バースデーを日本語で教えてください。2002年8月17日です。はい、ありがとうございます。生年月日、サルさんは家族は何人ですか？家族は3人です。3人。はい、はい、サルさんの他に家族誰と誰がいますか？父と母と私です。お父さんとお母さんとサルさんね。はい、お父さんは何歳ですか今？父は44歳です。はい、若いですね。はい、わかりました。次にサルさんは今、何をしてますか？学生ですか、それとも働いてますか？すみません先生。うん、はい、サルさんは今何をしてますか？大学生ですか、それともワーキング、働いてますか？いいえ。うん、じゃあ今何をしてますか？すみません先生。うん、パパイデチーがあるようなサーバーで日本語を勉強しています。あ、じゃあ日本語学校に行ってるだけで、仕事も、はい、大学も行ってないですね。はい、はい、分かりました。トベル2022年パスがあるのか、はい、2022年クロスとパスがあるのか、チーがあるのか、日本語まだポルノワーツァキ、大学を出るのワーツァキ、ジョブがあるのワーツァキ、キーがあるのワーツァ、日本語を勉強してますだけね。はい、わかりました。はい、はい、21歳だから、高校を卒業したのは何年何月になりますか？これちょっと、もし答えられなかったらあれで聞いてください。グラディエティは22年になってるか。高校を卒業の場合は2002年。はい、わかりました。あと最初のことでもさ、最初プレス。はい、はい、わかりました。麻生さん、すいません、ちょっと一つ質問です。はい、この前のパルバティさん、はい、一人目にやった、この人ちょっと確認しておいてほしいんですけど、高校卒業、はい、大学出てますか？あ、ないです、ないです。
高校卒業。高校卒業して、その後はずっと働きたいです。そうすると19、20、21、22、23、4年経ってるか。あ、そうそう、4年経ってるからね。それ結構あれかもしれないですね。せっかく優秀な人だったんですけどね、あの高校出てから、学校出てから何年、3年以上空くとちょっと入管が厳しいので、まあいいや、はい、分かりました、ごめんなさい、それだけちょっと確認でした。じゃあすいません、サルさん、次の質問です。日本語の勉強は何ヶ月、いつからしていますか、何ヶ月していますか。3ヶ月。はい、日本語の勉強は教科書は何科まで終わっていますか、何科まで勉強しましたか。25かね。はい、わかりました、はい、それでは次の質問です。と、日本語を1日に何時間勉強しますか。2時間。何時から何時まで勉強していますか。8時から10時まで勉強しています。はい、わかりました。じゃあ次の質問です。日本語の資格テスト合格しているものがあったら教えてください。はい、デサット、はい、デサット、もう一回教えてください。デサット、デサットね、デサット、エンハイプのデサットが受けています。はい、わかりました。次の質問です。日本に留学した時の学費を払うっていただく支弁者、スポンサーは誰ですか。父です。お父さん、はい、お父さんの仕事は何ですか。農業です。農業ね、はい、お父さんの大体の1年間の収入はいくらか分かりますか、いくらぐらいか分かりますか。25 लाख। वार्षिक कमाई। अरे 200 लाख क्यों बचा? 200 लाई निहाकु गोजुमान बुराई देश। はい、わかりました。ありがとうございます。では次の質問に行きます。サルさんは。なぜ日本語を勉強したいと思いましたか。どうして日本語を勉強しようと思いましたか。すみません先生。わかりました。ちょっとじゃああのあれなんで、もう間入ってください。なぜ日本語を勉強したいか。なぜ日本で留学したいかをちょっと聞いてあげてください。キナトバレジャパンのガレキナポナザナザナンザバジャケジャパンのガレキナポナザナンキナキマレジャパンのファシリティオラムロラチャジャパンマネパマンダラムロパレンチャパルジャパンのリティはモンポッチャー。ネパルマンダジャパンマスウィダデレチャネパキングスウィダスキングスウィダデレチャネパルマジャパンマスポライコーポニスウィダチャ
सबैको सुविधा जापान नेपाल जापान नेपाल भन्दा विकसित देश भएकाले जापानमा पढ्न मन छ सेन्सेई ने आनो ने अब नेपाल एउटा निहोन नो एजुकेशन नो सिस्टम चोट्टो हाई नानो दे चोट्टो हाई हो ना दे निहोन दे बेंक्यो सिते निहोन दे बेंक्यो सिता आतो वा आनो ने शिशुकु मो निहोन दे वा देखी तुरो नो दे निहोन दे बेंक्यो सिता है देस それは大学か専門学校で勉強したいってことですか？そうそうそう。日本学校終わったら大学を。大学を何で頼むじゃき専門学校を頼むじゃ？大学で。大学で何を勉強したいですか？大学で何を勉強したいですか？大学を覚えさせばしばね、たぶんユニバーシーがスキップのザーンチャー。マネジメント、マキーマネジメント、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 マネで大学を取り下げて、大学を取り下げて、何をするのか。アカウント、勉強は頑張るのか。勉強は銀行の仕事をしたいです。銀行ね。はい、バンクね。はい。それはネパールでですか？それとも日本でですか？ネパールです。ネパールマーキー、ジャパンマーキー、勉強は頑張るネパールマーキー、ジャパンマーキー。नेपाल में काम करने आते हैं नेपाल में बैचलर पास करने मास्टर पास करने नेपाल में क्या करने पढ़ने जापान में काम करते हैं इस तरह है उन्होंने निहोन दे निहोन नो अनोने बैंको गिंको दे आता रह चुका है はい わかりましたでは、タルさん、いくつか、ひらがな、カタカナ、わかりますか？はい、わかります。はい、じゃあですね。これ、読めますか？あ、なんだろう、抜けちゃったな。見えますか？電車。電車ね。はい。これわかりますか？ここで行くよ。はい、これわかりますか？机。机ね。はい。これはわかりますか？郵便。素晴らしいね。じゃあ次、カタカナです。これなんですか？ビス、うん、バスね、バスね、はい。これはわかりますか？コーヒー、コピーね、ちょっとずれてるな。あれ、何て言うかな。コピー。うん。ちょっと待ってね。オッケー。じゃあですね、次は少し漢字わかりますか？少しわかります。日本の漢字。少しわかります。じゃあこれは、これわかりますか？わからないか。でこれはわかりますか？わからないか。難しいか。じゃあこれはわかるかな？わかりました。ちょっとまだ漢字は難しいかな。本先生。本？うん。
そうね。はい、わかりました。じゃあですね、サルさん、最後に自己紹介をしてください。はじめまして。私の名前はグルンソルです。21歳です。家族は3人です。今、日本語学生です。私の趣味は映画をすること、映画鑑賞です。私はブトルに住んでいます。どうぞよろしくお願いします、先生。じゃあ、今の、自己紹介を受けて、ちょっと一つ質問を加えます。趣味が映画を見ることと言ってましたけれど、映画見ることね、趣味。はい。はい。どんな映画が好きですか？好きな映画を教えてください。ネパールの映画ですか？それとも海外のアメリカやヨーロッパの映画ですか？日本の映画ですか？日本、ネパールと日本の映画。じゃあ好きな作品を一つずつ挙げてください。教えてください。はい、お願いします。先生、一回質問をお願いします。映画が好きだと、でネパールとか日本の映画が好きだというふうにお聞きしましたので、一本か二本好きな作品の日本ので構いませんので、映画のタイトルを作品を教えてください。तो मैंने कौन कौन मूवी मन पड़ता जापान पर मूवी कौन है यारुआ है जापान को एनिमी और यार चला क्या कौन सा एनिमी एनिमी हाय कौन कौन ही एनिमी है कौन सा क्यों ना मैं उड़ा बोलूँ सा तेरे को कौन है पात्रा को नाम बनो तो मैंने यार एनिमी को पात्रा को नाम बोला Lee Min Ho. Huh? Lee Min Ho. Nen Ho. Lee Min Ho. Ali Bujia. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Sensei. Lee Min Ho. Ko namae wa atten desu ka? Enemy. Nihon no enemy. No, ko kanai desu. うん、わかりました。わかり、あ、アニメ、アニメね。わかりました。そしたら、後で、サルさんに伝えておいてください。自己紹介するときに、日本の映画は好きですという、映画も好きで、日本ではこういうものを見てますとか、具体的に日本語で伝えるようになると、印象が変わりますから、で、それ、準備してくださいと、後で伝えておいてください。後でいいのでね。あとで言うから。うん、はい、お願いします。はい、じゃあ次、サルさん終わりにして次に移りましょう。サルさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次の